はい、友達村です。今回終わらない夕暮れに消えた君やっていこうと思います。前回が一応エンディングを迎えたんですけど、もう一つエンディングがあるそうなので、そちらをやっていきましょう。これでいいんかな。前回の続きを朗読したんやけど、お祭りの日の夕暮れにかくれんぼをしてはいけないよ。これは僕の住む島で起こったある事件によって作られた規則だ。僕たちの住む島、夕凪島は東京から数百キロ南に浮かぶ離島。本土から直行便はなく、フェリーと高速船を乗り継いで丸一日かけて向かう秘境だ。この島の守り神は夕凪様。島に害をなすようなことをすれば、祟りがあると信じられている。そのため、この島で育った子供たちは、小さい頃からこう言われて育つのだ。悪いことをすると、夕凪様に連れて行かれちゃうよ。もういいかーい。この辺は前回と同じですね。第一章と同じみたいなので、一回ちょっとスキップします。終わらない夕暮れに消えた君。どう変わるんやろ、話が。あ、第0章になってるし、確か一番最初主役でうわーって終わっとってたよね。どうなろう。外行ったら変わるんかな。確かこれ、外出たら平吉さんがいたよね。ああ、今見るとちょっと気持ちが変わる。おう、柊也、これから祭りに行くのか？俺は見ての通り掃除中だよ。祭りの最中はゴミが増えるからな。まったく困ったもんだぜ。この人は平吉さん。僕の家の隣にあるお寺の息子だ。僕とはかなり年が離れているが、家が近いこともあり、小さい頃から可愛がってもらっていた。あ、俺が。あの日みんなの前からいなくなった、イズルなんだよ。変わってんな、話が。今のは。そういえばさっき友達がお前のこと探しに来てたぞ。昔みんなで埋めたタイムカプセルを掘り出すとかなんとか、学校の校庭で待ってるってよ。過去に戻ったお前ならわかるだろ。そのタイムカプセルを持ったまま、時空の歪みに飛び込めば、10年前のあの日に戻れる。みんなでかくれんぼをして、イズルがいなくなってしまうあの日にな。これは僕の記憶？どうして？ん？どうした、柊也、怖い顔しちゃって。ダメだぞ、そんな顔してちゃ。幸せだって逃げてくぜ。もっと愉快な顔しろよ。今日は楽しい祭りの日だ。友達もみんな待ってるぞ。早く行ってやんな。話が変わっている。平吉、そういえばさっき同じことしか言っとらん。どうすんの、学校に向かったらいいんかな。で、確かここで昔のイズルに出会ってしまう。あ、なんたって俺は夕凪様と同じ守り神だからな。ずっとみんなのそばにいる。だから寂しくないぜ。話変わってんな。イズル、前回はこれでタイムカプセルを取りに行ったんやけど、戻るんかな。そうか、もしかして僕の記憶が戻ったのは君からのメッセージなのか。イズルはあの時、寂しくないぜと言った。だけど、平吉さんは言っていた。あれは俺が生きるために捨てざるを得なかった本来の自分の姿。どこにも行けずに、ただそこに居続ける俺の心残りや後悔の塊。あの日の俺は、今もまだ、終わらない夕暮れの中を、一人で駆け回っているんだ。そうだ。イズルも平吉さんも、今の状況を変えたくても、一人ではどうすることもできないんだ。助けられるのはただ一人。あの丘で、真実を知った僕だけだ。それなら、イズル待っててくれ。僕は今まで君に助けてもらってばかりだった。今度は僕が助ける番だ。僕が、真実を変えてみせる。どうすんやろ。昔のイズルを助けに行くってことでいいんかな。僕の記憶ではこの後学校の校庭でタイムカプセルは見つからない。タイムカプセルは平吉さんが持っていて、この後平吉さんはマガトキの祠に行くはずだ。マガトキの祠、それなら僕がこのまま
みんなと会わずにすぐ戻ったらどうなる？戻りましょう、平吉。あ、いた。みっけ。夕凪様。いや、平吉さんだろ？しゅうや。みっけ。しゅうや、なんで俺だってわかったんだ？全部知っとるだ。全部知ってるんだ。平吉さん。いや、いずる。そのタイムカプセルを持って過去に戻るかどうしようかって迷ってたんだろ。はあ、どうして、どうしてお前にそんなことまでわかるんだ。どうしてなのかわからないけど、わかるんだ、哲学。僕は君の事情を全部知ってる。もしかしたら島の守り神が助けてくれたのかもしれないな。平吉、母。長い間誰にも言えない気持ちを抱え続けてきた俺の前に救世主が現れたってわけだ。しかもそれが、しゅうや、お前だなんてな。もう平吉ほんとかっこいいな、もう。参ったよ。お前ほんとにヒーローみたいじゃないかよ。何もかも手遅れなのはわかってる。だけど、叶うならもう一度。俺はみんなと同じ時を過ごしたい。過ごそう。これからもう一度、同じ時を。そのタイムカプセルで10年前に戻って、7歳のイズルが過去に飛ぶのを2人で止めるんだ。そうなったら平吉はどうなるんやろう。ダメだ。どうして?この祠には条件がある。祠へのお参りは一人ずつ。もう一人は外で待っていること。これは絶対の条件だ。もし行くのなら、俺一人だけで行けば済むことだ。それにもし二人で入ったら本当にどうなるかわからない。今俺たちがいる元の時代になんて帰ってこれなくなるかもしれない。ごめん、噛んだ。それでもいいのか。いいよ、行こう。今までイズルは一人で頑張ったんやけん、平吉さん一人で頑張ったけん、僕も行くよ。ただ、過去に戻りたいだけなら、一人で行ってもらえばそれでいいのかもしれない。だけど、もし7歳のイズルが過去に飛ぶのを止めてしまったら、平吉さんはいなくなってしまうかもしれないんだろ？うん。小さい頃からずっとそばにいて、たくさん遊んで、悩みも聞いてくれて、僕はイズルのことはもちろん好きだけど、平吉さんのことも同じくらい好きなんだ。シュウヤ。だから僕が見届けなきゃ。これは僕にしかできない。二人で行こう。もし帰って来られなかったら、その時はその時だ。だって僕たちはいつだって二人で一緒だったから。シュウヤって本当に優しい子なんよね。みんな言ってるけどね。あ、ありがとな、シュウヤ。だけどな、帰って来られなかったら、なんて俺は許さない。必ず元の世界に返してみせる。どんな手を使ってでも、お前だけはな。よし、こう。俺たちの時間がずれてしまった。10年前。行きましょう。行くで、平吉。緊張するなら、カチコチ言うてるでし。ちょっと、シュウヤ、平吉、行くで。あ、こう。古ぼけた柱時計だ。ひどく砂ぼくろにまみれ、手入れもされていないように見えるが、正確に時間を刻み続けている。じゃあ、ここに、もうええんちゃう？文章読まんでよ。これどうすんの？締め縄、あ、そうか、ほどくんか。ほどきます。締め縄をほどきます。平吉さんちゃんと入っときや。シュウヤはご神体を囲む締め縄をほどいた。これで、時空の歪みが起こって、今タイムカプセルを持ってる状態で10年前に戻れるってことですね。行くで。まあ、なんかスッて入っていったな。ためらいゼロやったな。うわーとか言わんと、スッと入っていったな。慣れたもんで、あれ？平吉さんは？ここは、漂流岬だ。10年前に戻れたのか。平吉さん？なあ、しゅうや、おらんよな。平吉さんが、いない！どういうこと？あ、おい、待って、虎彦。こっちはもう隠れるところがないぞ。やっぱり漂流岬に来たのは失敗だ。見通しが良すぎてすぐ見つかっちまうよ。うるせえ、十兵衛。それならお前だけ広場の方に戻ればいいだろ。
バカ言うな、今から戻ったらそれこそすぐ見つかってまうよ。そろそろ修也が数え終わってみんなのこと探し始める頃だし。じゃあどうすんだよ、もうこっちに走ってきちゃったのに今更うだうだ言うなよな。あの二人、10年前の虎彦と十兵衛だ。あの二人がここにいるってことは、7歳のいずるはもう時坂にいるはずだ。どうする？どうすればいい？早くいずるを止めないと。だけど平吉さんがいないと意味がない。時間がない。まず平吉さんを探さなければ。平吉や、何してない？どこおんの？ねえ、そこの君聞いた？さっき人間が空中から急に現れる怪奇現象があったらしいわよ。まさか夕凪様のたたり、怖っ。背筋が震え上がっちゃうよ。こうやって聞いたら、鳩場の方で何やらちょっとした騒ぎがあったみたいだよ。空から人が降ってきたんだって。本当かな？鳩場？鳩場？おるぞ。倒れとる。もっぱもう平吉さん何してんの？平吉さん、よかった、見つけたぞ。だけど少し厄介なことになってるみたいだな。本当ですね。おまわりさんがおるぞ。ですから、本当なんですよ、駐在さん。私がここで釣りをしていましたら、この人がいきなり空中からドーンと落ちてきたんです。どうして信じてくれないんですか？もうバカ言うんじゃない。そんな話を信じろという方が無理ってものだろう。もう本当なのに、この男、気絶しているようだが。もしやお前がパッカーンと殴ったんじゃないだろうな。そんな、私がそんなことするわけないじゃないですか。どうだろうな。しかしこの男、どこかで見た顔だと思っていたが、どことなく寺の平吉に似ているな。やっぱバレる。まずどうしたらいいんだ。平吉さん気を失ってるみたいだ。すいません。なんだ坊主？この倒れてる男の知り合いか？そうです。そうか、坊主はこの男の知り合いか。じゃあ答えてほしいんだが、この男は何者なんだ？でも平吉って言わん方がいいんかな。僕の兄です。寺の平吉さんの兄です。僕の兄です。でも平吉に似てるって言ってたし、ちょっと一回、平吉の兄です。この人、寺の平吉の兄。確か寺の平吉は孤児だったはずだ。おっと、小さい頃住職が引き取って育てていると聞いたが、引き取った孤児は一人だけ。それなのに顔が似た兄がいるなんておかしいだろ。坊主、お前嘘をついてな。今回は見逃してやるが、これ以上適当なことを言って捜査を混乱させるんじゃないぞ。やばい、バレた。僕のお兄ちゃんです。お前の兄？それならお前の名前なんて言うんだ？修也。ああ、白井さんのとこの息子だな。しかし白井さんちのお子さんは確か一人だけだったはずだ。ギク。坊主、お前嘘ついたな。今回は見逃してやるが、これ以上。やばい、全部間違えてる。お寺の平吉さんです。寺の平吉？確か寺の平吉はまだ16歳か17歳くらいだろ。それにしちゃこの男は少し老けている気がするが、まあいいだろう。この男は気を失っている。もう少し事情を聞きたいところだが、すぐには話を聞けそうもないしな。今日は祭りの日だ。できればお前たちも揉め事はごめんだろう。聞く限りその男が何かを壊したとか、誰かを怪我させたというわけではなさそうだしな。坊主の真剣な眼差しに免じて、今回は目をつぶろう。その男を休ませてやってくれ。元気になったら後で駐在所に来るようにな。任しとき。しかし、お前は別だ。え？私ですか？どうして？現場となった海辺に気を失った男と元気な男が一人ずつ。お前がパカーンと殴る以外に、この男が気を失う理由があるか？だから、ずっと言ってるじゃないですか。この人が空から降ってきて、それで。わかったわかった。話の続きは駐在所でたっぷり聞かせてもらおう。うわ、なんで？私本当に何もしてないのに嫌だ。ああ。まあ、よしとしましょう。なんか気の毒なことしちゃったな。平吉、なんで今起きたん？お前、実は目覚ましとったろ。平吉さん。ここは？10年前の鳩場。二人で時空の歪みに入ったせいか、過去に流れ着く時にはぐれたみたいなんだ。そうか。すまねえ、修也。間抜けなことに俺はまた気を失っちまってたみたいだな。苦手なんやね、おそらくああいうのが。こうしちゃいられねえ。まがときのほらに行くぞ。もう時間がない。急ごう。じゃあ、まがときのほら。あれ？銀タオル。どうしよう。僕、どうしたらいいんだろう。
あそこは神聖な場所だから帰ってね、入っちゃいけないってうちのお父さんも言ってたのに。ああ、先にみんなに相談した方がいいかな。本当にどうしよう。相談しておいで。じゃあこっちにもういずるが行っとるな。銀太がおるってことは、おた。よし、この祠の中に隠れればきっと見つからないぞ。そこまでだ、いずる。うわ、平吉。そこは立ち入り禁止だぞ。勝手に入っちゃダメだ。うるさいな、平吉には関係ないだろ。クソ、話せ話せったら。よく見たらお前本当に平吉か。なんかわかんないけど、昨日見た時より随分おっさんになってないか。はは、そうかもしれないな。お前のおかげで苦労が絶えなかったもんで、おっさんになっちまったよ。ああ、もう平吉、この返し素晴らしいな。かっこええな。お、俺のおかげで。なんでだよ。俺悪いことなんかしてないだろう。ああ、そうだな。今はしてない。だけど、するんだよ。これからな。何わけわかんないこと言ってんだよ。本当に話せよ。早くしないと。いずるー。あ。いずる見つけた。おいずる、まさかこんなところにいるなんて思いもしなかったぞ。でも立ち入り禁止の場所に入ってなくてよかったわね。安心したわ。うん、悪い子は夕凪様に連れて行かれちゃうっていうもんね。ねえ、やっぱりそれ本当なのかな。怖いな。でもいずるが祠の中に入る前で本当によかった。うん、銀太、何ボソボソ言ってんだ。 いや別に何でもないよ。そうか、それならいいんだけどよ。じゃあみんな見つかったことだし、かくれんぼは終わりにして屋台で焼きそばでも食べようぜ。賛成。ほら、さつきも行こう行こう。うん、これでかくれんぼはちゃんと終わったってことでいいのね。いずる、僕の勝ちだね。ちくしょう、おっさんが邪魔するから見つかったじゃないかよ。このかくれんぼには男同士の約束がかかってたのに、ふざけんなよ。まあこれでよかったんじゃないですかね。いずる、待ってよ、いずる。でもこれで平吉さんがおらんくなってしまうよね。これで本当によかったのかな。あ、よかったんだよ。これで平吉はいなくなる。でも寂しがらなくてもいいぜ。消えちまったとしても俺はずっとそばにいる。これからもみんなを守り続けるからさ。そんな顔するなよ。俺は満足してるんだ。自分のいる今の世界が壊れるのが怖くて、前に進めなかった俺だけど、一歩踏み出す最後のきっかけをお前がくれたんだ。修也、ありがとう。で、ここに戻ってくるん。どういうことなの？ここは僕の部屋だ。時空の歪みをくぐってないのにどうして。今はいつだ。僕は現代に戻ってこられてるのか。いずるはどうなったんだ。そうやね、今が。でもなんかお祭りの日と同じ感じがするけど。おしゅうや、これから祭りに行くのか。ちょうどよかった。悪いんだけど、俺に夕凪海鮮焼きそば買ってきてくれないか。ってことはちゃんとお祭りの日っぽいけど。あ、おや、しゅうやくん、これからお祭りに行くのですか。私は見ての通り掃除を。祭りの最中はゴミが増えますからね。全く困ったものです。そういえばさっき、お友達が君のことを探しに来ていましたよ。昔埋めたタイムカプセルを掘り出すので、学校の校庭で待っているそうです。これ、平吉が消えたってことでいいよね。前までは、ここで話しかけてくれたのは平吉さんだったはず。それじゃあやっぱり平吉さんは、どうしたのですか。随分と神妙な面持ちですね。そんな顔をしていては幸せも逃げていってしまう。苦しい時こそ笑いましょう。しかも平吉と同じこと言ってくれるやん。やっぱあの平吉はこの名水さんに育ててもらったっていうのもあって、そこで学んだことも多いんだろうね。今日は楽しい祭りの日ですからね。
お友達も待っているはずです。早く行っておやりなさい。はーい。バイバイ、名水。じゃあこれでタイムカプセルの方に、イズルがおらんくなってる。あ、シュウヤ、やっと来やがったな、この野郎。おっせんだよ。もうみんな集まってるぞ。ほら、早く来い。はい。揃ってないやんか。おーい、みんな。シュウヤのやつがやっと来たぞ。サツキもおらんくない？あれ、シュウヤ、なんでこんなところにいるのよ。え、なんでって、なんでそんな怒るん？来たいかんかった？あんた今日は大事な待ち合わせがあるんでしょ？だからわざわざタイムカプセルを掘り出す時間を遅らせてくれって言ってたじゃない。え、それ僕が言ったのか。そうよ。みんなも聞いたでしょ？ああ、聞いた。私も聞いたわ。僕も。ちょっと待て。俺はそんな話聞いてないぞ。あんたはいつも人の話聞かないから忘れてるだけでしょうよ。何？おい、リの人をバカ扱いするなよ。ちょっと二人ともすぐ喧嘩するの、いい加減やめてくれよ。成長しとらんな、お前らは。まあまあ、とにかくだ。修也は急いだ方がいい。待ち合わせをしてるわけだから、きっと相手は先に待ってるぞ。そうね。待ち合わせの相手は、すごく楽しみにしてたみたいだったから。さつきかな？あの、僕、どこで待ち合わせするって言ってたっけ？なんだって、修也、お前そんな大事なこと忘れちまったのか。呆れたやつだな。待ち合わせの相手に絶対そんなこと言うなよな。ごめん。修也は変わらないわね。そっか、修也は昔と比べたらちょっと頼もしくなった気もするけどな。言われてみればそうね。ちょっと頼もしくなったかも。待ち合わせ場所は、あの景色が綺麗な丘よ。急いで行ってあげてね。景色が綺麗な丘。あの、隠された丘みたいな、忘れられた丘みたいなとこじゃなかったっけ？あ、穴が開いとる。ここなんかいろいろ、なんか閉ざされとった気がするんやけど、それもなくなったんかな？あの事件がなくなったことで、これ忘れられた丘。ここで前回エンディングを迎えたんよね。あ、誰？イズル？イズルなのか。これもしかして、16歳になったイズル？なんかイケメンっぽくなってる。シュウヤ、やっと来てくれたか。遅いぞ。イズル。イズルが今同級生として僕の目の前にいる。よかった。本当によかった。おいおい、どうしたんだ。ずいぶん久しぶりに会ったみたいな顔して。久しぶりなの。あ、ごめん。なんでもないんだ。そうか。それならいいや。あ、そうだ、シュウヤ。ちょっと聞いてくれよ。俺今日怖い夢見たんだよ。俺だけなんかわけのわからないところに飛ばされてよ。みんなより10歳近く年上になっちまう夢なんだ。夢の中では俺は俺じゃなくなってて、寺の息子として育てられてたんだ。楽しそうにしてる友達みんなの輪に入れなくて、すっげえ寂しかったぜ。そっか。それは怖いな。あ、本当に怖かった。もう死ぬかと思ったよ。でもまあ、それは夢だからな。あ、夢だ。うん。いずる分かってんのかな、分かってないんかな、どっちなんやろ。じゃあ俺行くわ。え、もう行っちゃうのか。あは、何そんなびっくりしてんの。待ち合わせの相手は、俺じゃねえだろ。いずるじゃない。覚えてるか。10年前にした男同士の約束。お前勝負に勝ったのに10年もずっとほったらかしにしやがって。責任取れよな。お前のことずっと待っててくれた子に。ちゃんとお礼言えよ。かっこええ。いずれ絶対かっこええ大人になる。だって平吉みたいになるんやろ。楽しみ。将来有望。いずれ。思い出したか？あいつはさ、俺があの時無理やりさせたような約束を今も覚えてて守ってくれてるんだよ。勝った方が告白するから待っててくれなんて、わがままみたいな約束をさ、俺さ、本当にずっと見てたんだよ。みんなを守りながら、修也のこともあいつのこともさ。俺はあのかくれんぼでいなくなっちゃったから、結局勝負はつかなかった。なのにさ、
10年経った今もあいつはただ待ってくれてるんだよ。そうか、これでようやく約束が果たせるんだ。しゅうやくん、さつき、さつき、さつき、お待たせ、遅くなってごめんね。いや全然遅くなんてないよ。来てくれてありがとう。うん、こちらこそ。お待たせとか遅くなってごめんはむしろ僕が言うべきことなんだと思う。だけどごめんという言葉よりありがとうの方がいいような気がしたんだ。だって君は今までずっと約束を守り続けてくれていたんだから。本当にありがとう、さつき。ん？それは何に対してのありがとうかな。今までずっと約束を守ってくれてたから、それに対してだよ。そっか、でもお礼なんていいんだよ。それが約束だからね。今のさつきは知らないことだけど、10年前にした約束以外にも僕らは約束をした。イズルがいなくなった真実を探る時もさつきがいたからここまで来られた。ありがとう、さつき。本当に今までいろんなことがあった。だけど全てを乗り越えて僕らはここまでたどり着いた。イズルを失ったことで僕らが閉じ込められていた小さな世界も終わろうとしていた。僕、さつきに言わなきゃいけないことがあるんだ。告白だ。うん、聞かせて。告白だ。さつき、好きだ。さつきが辛い時とか、これからは僕がさつきのことを守るから。だから、一緒にいてください。いや、しゅうやの告白いいね。しゅうやらしいよね、すごく。嬉しい。これでようやく、約束、果たせたね。ひゅう、やってやんか。いずるの気持ちいい。夕暮れが僕らを包み込んで、目の前が茜色に染まっていく。さつきの目からこぼれた涙に夕日がキラキラ光ってすごく綺麗だった。そしてさつきは泣きながら笑って一度だけ優しくうなずいた。しゅうやくん、大好きだよ。これからも二人で支え合っていこうね。いい二人ですね。ぴったりかも。女の子を悲しませるのはよくないぜ。さつきの気持ちと自分の気持ちも大事にしてやってくれよな。ここで平吉出すのずるくない？消えちまったとしても俺はずっとそばにいる。これからもみんなを守り続けるからさ。ここで平吉出すのずるない？ずるない？どこかで平吉さんの声が聞こえたような気がした。僕らを見守りながら嬉しそうに穏やかに笑う小さい頃から聞いていたあの声。平吉さん、今まで本当にありがとう。しゅうや、二人で幸せにな。平吉さん、終わらない夕暮れに消えた君。多分最初の前回パートで終わった終わらない夕暮れに消えた君っていうのは多分イズルのことやったんやけど、今回のまあトゥルーエンドみたいな感じかな。終わらない夕暮れに消えた君が平吉さんに変わったってことよね。この消えた君の君がイズルから平吉さんに変わってしまった。あー、すごくいいゲームやったね、本当に。こっちがトゥルーエンドってことでいいのかな。
私だいぶこの平吉さんというキャラクターが大好きやったから、ちょっと辛すぎて、イズルのさ、あの16歳のイズルを初めて見たやんか。めちゃくちゃイケメンに仕上がってたよね。シュープロさん、ありがとうございました。本当にいいゲーム。あ、素敵エンディング。あ、達成度とか出さんとって。最後までプレイしていただき本当にありがとうございました。こちらこそです。本当に素敵なゲームをありがとうございました。よろしければシュープロのツイッターフォローもお願いいたします。ちょっと後でしますね。終わらない夕暮れに消えた君。じゃあここまで見ていただいた方々も制作者の方も本当にありがとうございました。すごい素敵なゲームでしたね。すごいストーリーがしっかり作り込まれとったし、あの平吉さんのキャラいいな、素晴らしかったな。途中までトラヒコやったんやけども、平吉さんに全部持っていかれたな。ということで本当にね、素晴らしいゲームでした。次回もまたこのシュープロさんのゲームいろいろやっていきたいと思いますので、またよければご視聴お願いいたします。ありがとうございました。